とある辺境にある小さな村、崖にへばりつくように建てられたその村に一人の少女が住んでいました。彼女はいつも家の窓から村の子供たちが遊んでいる様子を眺めてふてくされていました。体が悪いわけではありません。彼女の足には生まれた時から目立つあざがあったのです。足のあざを隠すようにと両親は言うのでした。そうしなければ外に出てはならないと。しかし彼女にとってはあざも自分の一部、それを隠せと言われるたびに自分自身を否定されたように感じてしまいます。ある時から少女は意固地になり、あざを隠すことを嫌がるようになりました。彼女と両親がよく喧嘩をするようになってからもう数年が経ちます。足のあざを人目にさらさぬよう家に閉じ込められた少女、不満が抑えきれなくなった少女は両親の目を盗んで家を抜け出すことにしました。家から逃れるように村を走り抜け丘へ登ると、そこには先客がいました。流れるような白い髪の戦士、地面に剣を突き立て岩に腰を下ろしています。戦いの後なのか、白肌に無数の傷がついていました。特に少女の目を引いたのは彼女の左半身、包帯がほどけてあらわになった肌はあざが広がったように真っ黒だったのです。自分と同じだと少女は思いました。そしてあざを見られても少しも動じない彼女のようになりたいと強く憧れました。あなたのようになりたいと少女は戦士に思いを伝えます。彼女は少女の顔、そして足を見て寂しそうな、怒っているような複雑な表情を浮かべました。私のように生きてもいいことはない。まっすぐに見つめる少女から目をそらすように戦士は告げます。そしてほどけた包帯をしっかりと巻き直し、その場を去っていきました。丘の上で出会った戦士と別れ、少女は家に戻ります。今日のことを話そうと両親の部屋に向かうと、中から二人の会話が漏れてきました。生まれつきのあざを隠せだなんて、あの子に辛い思いをさせていたのね。あの子が魔物付きだと思われないためだ。私たちがどんなに恨まれたとしても。聞こえてきたのは、家出した少女を心から心配する両親の本音。魔物付き、その言葉を聞いて少女は幼い頃の両親の話を思い出しました。魔物に呪われ化け物になった戦士の話、彼女が村でどれほどひどい扱いを受けていたのかを。少女は戦士が見せた複雑な表情を思い返しました。凛々しく見えた彼女にも少女の知り得ない事情があるのだと。少女は一方的に憧れを伝えたことを恥じ、あの表情に隠された意味を考え始めました。
少女にとって足の痣は自身の一部。それを両親も分かってくれていました。けれどこの痣を村人に見られたらきっと良くないことが起きる。自分だけでなく両親にも。両親の愛と自らの誇りの狭間で少女は苦悩しました。しばらくして少女は痣を隠し始めました。両親が向けてくれる思いに応えるためです。ただ痣は必ず包帯で隠し、包帯を巻いた足は絶対に隠しませんでした。戦士との出会いで気づいた誇りを捨てないためです。日の光に包まれた丘の上に立つ少女、あの戦士のように強くなれたら、両親に心配をかけずに済むようになれたら、その時は包帯を取り、ありのままの姿で外の世界を歩く。そう固く決心しました。平原を見つめる少女の瞳には、未来に続く空が広がっていました。